お、来た。よし、これでケンタロウくんが来ればケンタロウくんが来れば大丈夫。ケンタロウくん来い。ケンちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。あー、ケンタロウくんじゃない。どうも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 。ケンタロウ、あ、あれ、いない。あれ、前田ケンタロウだよね。いないね。おい、ケンちゃん、コブ太郎、いらっしゃらない、ケンタロウくん。あ、あ、来た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 。はい、ケンタロウくん来た。はい、来た来た。で、こう来て、あ、ふっ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 。ケンちゃーん。お、来た来た。はい、あっちー。いいよ、お疲れー。お疲れー。どうもどうも。こうすればいいのか。お疲れー。お疲れー。え、待って、めっちゃ久しぶりじゃない？え、待って、これ、え、4ヶ月ぶりとか？じゃ、え、おい、これ。久しぶりマジで。めっちゃ久しぶり。え、こ、髪切ってるやん。あ、え、髪切った、髪切った。マジ？よく気づいたね。え、なんで髪切ってんの？結構、結構さ、あれじゃん。わかる男やな。やろうこれ。じゃあ、皆さんこんにちは。ちょっと挨拶しよう、先にね、はい。そうね。皆さん、こんにちは。皆さん、こんにちは。前田健太郎です。柏木春です。お願いします。お願いします。おー、なんか緊張するね。逆なんか緊張しない？ちょっと緊張するね。なんかさ、ね、変な感じするんだけど。なんかちょっと緊張するわ。ね、あ、音声がなんか、あれ？途切れてるかな？大丈夫かな？いや、多分、さっきのやつ絶対。多分大丈夫だ。あ、俺のボケね。俺のボケが、ちょっとあれされちゃったのかな。すごい。いっぱい見てくださってありがとうございます。ちゃんと自己紹介して。はい。柏木春でーす。18歳です。前田。はい。前田健太郎です。よろしくお願いします。なんでそんなにいい服と思ってんの？前田健太郎です。お願いしまーす。やめろ。やめてくれ、マジで。ちゃんとやろうぜ。ちゃんとやろう。ちゃんとやろう。これ、うん、これ、ね、うん。よし。何の話する？まず。好きな色は何ですか？いや、マジか。好きな色、紫です。僕も結構紫好きなんですよ。あ、マジっすか？はい。そうなんすね。ケンタロウさんですよね、確か。名前。あ、そうです。あれ？ケンタロウです。あれ、失礼な方ってあれですけど、おいくつなんですか？はい、うん。先日、24歳になりました。マジっすか？ちょっと待って。おめでとうございます。待って、うん。ボケてない。ボケてない、今。普通に、年齢を言っただけ。マジっすか？ボケてない。うん。ボケじゃない。さすがっすね、マジで。やっぱ、24歳違うな。俺。違う。え、ドラマの話をしようや。さすがに、もう。もう今始めた分、4、5分経ったよ。多分。ずっと。さすがにな。まとまなことしてない。さすがにやろう。ちゃんと。それな。何でしたっけ？ドラマですね。君には届かない。うん。今夜、放送です。おいしょ。ちょっと待って。どうしたの？どうしたの？ん？なんでそれ持ってんの？俺それもらってないんだけど。ちょっと。おい、ちょっと待って。おい、なんでその格差。その格差何？あ？俺、これ知ってもらってないぞ。おい、これは持ってきたけど。あ、なんか、公式のコメントが、決めてください。二人の呼び方決め
いてくださいだって。なんか公式さんが君ない公式さ。春がさインスタライブでさ、うん、ずっとさコブ太郎コブ太郎やってんのさ、めちゃめちゃさコメントで来るんだよね。DM とかでさ。いやでも今日春くんがコブ太郎って呼んでましたみたいなコメントがねめちゃめちゃ来てた。でもだってコブ太郎やん。ね。うん。まあまあまあそうね。でもだって現場でもさ呼んでる呼んでるしなコブ太郎な。げんちゃんとかさ、うん、あ、そうね、君ない TBS さんからコブハルト来ましたけどどうします？ちょっと、もうちょっとひねってほしいよね。あのハッシュタグ考えれるんだったらさ、うん、ね、まだまだ出せるよね、多分、うん、なんかまだ出せると思うんだよな、ね、なんか力隠してるな、多分、うん、なんか、ちょっと猫かぶってるわちょっと猫、本気ハルあ、もう猫かぶってる、ダメだ。もうちょっとなんかね、本領発揮してほしいですか、ケンハル。いやー、ちょっとまだ。もうちょっと欲しいね。ちょっと、ひねってほしいな。たくさんの方が見てるから、ちょっとまだね、うん。ちょっと緊張してるんだと思うよ、うん。ちょっと今、公式さん緊張してるから、ちょっとやめてあげて。うん、おえでも、コブハルいいんじゃない結構。ケンタロウくんはどこ行った本当にってなっちゃうけど。うん、どこ行ったってなる。誰ってなるよ。大丈夫。二人で決めてください。二人の公式が、公式が逃げました。あ、逃げた公式が逃げ悪いな、ほんと。じゃあ、どうする？なんか入れたいあれとかある？もうさ、こんだけさ、見てくれてる人いるんだから募集しようや。あ、じゃあ募集します。うん。せっかく、もうできるだけ。できるだけ今、僕ら今コメント、今まだ公式以外のコメント一つも全部無視して、うんうん、あ、やばいやばい。ずっとふざけてたからさ。やばい、ちょっとじゃあ、はい。聞いてみましょう。ちょっと。うん。はい。あ、今、二人のね、ニックネームを決めております。はい。はい。なんか、あ、いっぱいフォローありがとうございます。うわ、危ない。コブパル。コブパル、あ、いいっすね。なんか、うん。やっぱどっちもちょっといいね。あ、春太郎かわいくないだって。どうすか？あ、春太郎かわいいね。春太郎とか結構いいっすね。春太郎か。いいね。いいね。うん、素晴らしい。じゃあどうしようかな。じゃあ、春太郎がいい人、うん、手挙げて。うん。この7000弱ぐらいの方に聞いてる、うん、今、もしかして。聞いてる。挙手制で春太郎、じゃあ右手挙げて。うん。右手でいいよ。打たなくていいから右手でいい。オッケー。で、はいはいはい。コブハルがいい人をちょっと左手挙げて。あー、オッケー。あ、俺も今、俺結構さ、こういうの秒で数えれる人間だからさ、分かっちゃうんだけど、こう教えてやってもいいかな。ね、うん。俺やっぱ、こう、天才だから、分かっちゃうの。うん、ちょっと言っちゃっていい？うん。春太郎が、7577人でした。うん。全員やん。もうさ、もう途中で何も出てきてないの。もう分かってたからさ。だから頭回ってないわ、今日。なんかほんとやばい人と思われるのはちょっと違いますよ。ね、違いますよ、皆さん。やめてくださいね、こう、はい。はい。こんな感じでちょっとほんとドラマの話を、もうなんかダメだ、これ俺なんかボケたくなっちゃうから、ドラマの話しようよ、ほんとマジで。もうね、ちょっと。ねえ、ま、ちょ、あ、起きた？あ、ごめん、ドラマの話よ。起きた。マジごめん。ちょっと寝てた、今。うん、ちょっと目つぶってた。あっぷん。うん。ある、その後ろのやつ何？後ろのやつ。後ろ。え、後ろね、なんか、ろ、うん、後ろ。後ろ、見て、違う、ある。後ろ？後ろ？もう大丈夫。もう大丈夫。長い。マジごめん。それ申し訳ない。皆さん、耳には届かない漫画と読んでいただけましたか？うんうん。
7500結構僕らね、人ぐらい。僕ら結構撮影頑張ったっすよ。ちゃんと本物のね、中学校を借りさせていただいね。て、一緒にね、やばいよね。マジの中学生いるもんね。もうほんと部活してる中学生いたっすよ。ね。彼久ら々にも。なんか、ちゃんと、なんか、中学生見た、あんなにいっぱい。そうね、結構な人数いたもんね。あんまさ、ちなみに、こう、坊主にできます。わょっと待って。いいな、その T シャツ。それさ、なんでもらったの？いつもらった？なんか、紙袋に、これなんか欲しい人みたいな感じで、ちょ、はーい。は？はーいって言ってもらってきた。わ、これちょっと、激おこ案件だわ。これちょっと、めっちゃ可愛いよね、これ。これはちょっと、あれですね。公式さんにちょっと、一発、ね。喝入れとかないと。見ても、ほら、ポーチとちょかっと、持ってるよ。待って、なんなん？俺ほんとこれしか持ってないけど。この子しか今手元にいないよ。マジ？あら。わー。なんか、ちょっと後で、怒っときます。お説教？ちょっと後で、説教しときます。でもいいちょ、な。ま、そマジれ、でドラ、ん？ごめんごめん。ドラマの話しますそうだか。ね。ドラマの話、じゃあ、コメント拾っていきましょう。なんかドラマで聞きたいことね。皆さんありましたら。はるくんとけんたろうくんの学生時代の好きな教科は何でしたか？なんだろう、体育。体育ね。わかるわかる。なんだった？俺図工。あとね、給食。給食好きだった珍しいね。珍しいタイプなんだね。あのさ、そう、エフェクト探すのに集中しすぎて返しがめっちゃ適当になってんだけどさ。あれ、珍しいそれでね。さ、珍しいそれね。ドラマの話しましょうよ。こう。ほら。撮影ドキドキしましたかって、こういうの欲しい。そういうの。こういうのくださいよ。で、答えようよ。じゃあ、それ。撮影ドキドキしましたか？撮影ドキドキしましたが、まあ、僕は結構しましたよ。いやー、もうドキドキキュンキュンですよ。だって、こんなイケメンでさ、こんな身長高い人に、もう、男、あ、ま、ば、ちった、されるわけですから。危ない危あ、ない。うわ。うわ。いや、もうびっくりっすよ、ほんと。まあ、でも、そうねー、逆にね、もケンタロウ君もドキドキしたんじゃん？う、ドキドキしたねー。もう、こんなね、可愛い子、ずっともう、撮影中も、撮影以外もね、もうずっともう、イチャコラしてましたので。もうずっとドキドキですよ。いちゃちこょっらてと、やめなさい。本当に、ファンの皆さんには、申し訳ないですけど、あ、イチャイチャさせていただきました。あら、ありがとうございます。そんななんか言っていた8号だい車の皆て。さん、すいません。そう、ライブ誘ったのに来ませんでした、健い太や、郎くん。仕事やったの。仕事やったの、もう。あとごめんね、公式さんが、俺が先帰っちゃったから渡せなかったっていう、ことを言ってきて、ごめんなさい。多分、ちすいゃまんとせん。書いてくれてる。多分、あれだわ。今俺が度。熊本帰るから先に帰った日かもしんない。多分。なんか、そんな気がしてきた。ごめんなさい。そんな気ごがめんすなるさい。ね。君には届かない。他何でしたっけ？他、エピソード。アドリブどのくらいありますか？これ結構アドリブあるんじゃない？アド結リブだって構。さ、それこそ、板倉さん？村線いるじゃん。あれさ、結構アドリブやばかったくない？やばいね。ずっと。結構て多か、いなんよね。か、板倉さんの時、カットかからんもんな。全然。
だみんなもう求めてるからさ、うん、みんな見たかったんだろうねあれ。そうなかなかカットかからん。かるわ。あとはタケトだね。ね。タケちゃん、藤野役のね。タケトもすごいアドリブね、うん、めっちゃ頑張って。結構アドリブ入れてたな。でもいやあれね、アドリブのシーンとかさ、やっぱみんなでさ、うん、こうアドリブしてるやん。うんうん、でこうクラスのみんなで、そうするといつもなんか。なんかこうちょっとヤマト入りきれなくていつも寂しかった。キャラ的にさ、なんかあんまりさ、ノリノリでこう入っていけないからさ、うん、いけるあれじゃないもんね。あのみんな見ながらこうやって指くわえながらこうやって見てた。ちょっと悔しがってんだ。僕も入りたいなあ、NG はどっちが多かったですかって。これ結構さ、うん、俺じゃない NG は。でもさ、そんなにさ、めっちゃ言うてもか NG 出たみたいな、なかったよね。なんか、もうイントネーションの NG ばっかだったよね。言うても。そうね。なんか、100回ぐらい教えてもイントネーション直んなかったもんね。1話2話で、多分ね、1話2話で苦戦したとこも全部なのよ。1話2話が。1話2話が俺のイントネーションのきついところだったから。そうね。1話2話にな、でもなんかよくわかんないところのイントネーション。なんだろうね。あんま間違えそうにないところでさ。名前とかをがなまってんだもん。そうそうそう。むずいよね。それ。むずいね。あれ、逆にね、それで生きてきたもんね。それが普通だからさ、こっちは。うん、びっくりするよね。何が合ってて何が間違ってるかわからんもんな。うん、マジでわかんない。後ろに花嫁いるって。花嫁いますよ。え？花嫁。かわいい。等身大。いいな、ポスター。ちょうだいちょうだい。あげないよ。ガチじゃん。全然あげないよ。ガチじゃん。あ、無理です。マジか。ケンタロウ君は時間大丈夫？うん。まあ。もうそろそろ？明日もあるから。まあ、もうちょい話したらかな。と。オッケーオッケー。多分最初のね、あの雑談タイムを短くしときゃ。内容のあるインスタライブになったかもな。まあ、それはもう俺らが悪い。まあ、しょうがない、しょうがない。最初だからさ、ちょっとやっぱ。そうだね。俺が悪いわ。俺が悪い。俺が悪いわ。俺が悪い。もうしょうがない、しょうがない。こればっかりは。俺が悪い。これは俺が悪い。俺が悪いっす。はい。じゃあなんか他、ちょっと次の質問、ケンタロウくん決めていただいてもいいですか？これって。あ、1話の見どころは？ 1 話の見どころ。ネタバレしないように1話の見どころか、ネタバレしないようにね、ネタバレしないようにって言うと、こうね、なんだろうな、もうとりあえずなんかこう君には届かないの漫画の世界観をこう現実にするとこういう感じのリアルに映し出されるんだなって多分わかりますね、うんうん、そうね、ヤマト僕らもね、やっぱ、ね、そこはすごい意識してね、そう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 、やっぱ撮ってたから。そうだね。うん。わかる。そこは見てほしいですね。ヤマトとカケルがこう多分現実世界にいたら、うん、こういう感じなんだろうなっていうのを本当に再現してるので、うん、ちょっとぜひそこを注目。コンビ名教えてくれないとハッシュタグ作れんだって。あ、じゃあ春太郎にしとこう。ね。ね。春太郎にしときましょう。春太郎でお願いします。語呂いいし。はい。ハッシュタグ、春太郎。語呂がいいので。あ、ごめん。あ、ごめん。なんか。いや、ごめんごめん。俺が悪い。これは俺が悪い。マジでごめん。マジごめん。マジほんとごめん。マジごめん。謝るわ。ほんとごめん。ちょ、マジやんな。めっちゃ好きやん。めっちゃ好きやん。春太郎ひらがな。春太郎ひらがな。どうする？ひらがなです。春太郎。ひらがなの方が可愛いんじゃない？そうだね。うん。ハム太郎と間違えられないようにしないと。ね、春もひらがなで。ちなみに、うん、今日リアタイする人を。お、今日リアタイしてくれるよとか言う方いいですね。まあ結構深めな時間なのでね、皆さん無理しないで、あれなんですけど。うん、深め。まあでも、うん、いや、だってやっぱ僕らも自分で言うのもあれなんですけど、めちゃめちゃ面白いですよね。いや、面白いね。今結構、僕らね、うん、いいところまで見れてるから、すごいよ。
でも結構ね、何回も見ちゃうんだよね。もうね、俺めっちゃこのドラマ好きだもん。自分で言うのもあれだけど。うん、ね。いや、うん、いいよ。めっちゃ面白い。あの、映らないね、地域があるの、ほんとね、悔しいんだけど、うん、TVer とかでね、あの、ね、見れたりするし、ちょっとぜひ TVer の見逃し配信の方。TVer 回していきましょう。もうほんと。あの、お気に入り登録皆さん忘れないでもらっていいですか、はい、ぜひ、していただけたらと思います。ね、なんか、TVer ね、ランキングとか載ったら嬉しいね。あ、ね。乗りたいっすね。うん、学校なので TVer で見ます。あ、ぜひお願いします。はい、学校では見ない、ね。お勉強。うん、お勉強してください、ちゃんと。ありがとうございます。はい、もうそんな感じかな。そうね。そんな感じだよね。うん。すごい、皆さんたくさんフォローしてくれて。あ、フォローありがとうございます。ありがとうございます。先行配信さ、はい、うん。あったやん。ありましたね。で僕、まあ、英語さめちゃめちゃさ、するのよ、自分で。あ、英語さめちゃめちゃするんだけど。なんていうワードですんの？あ、これ言わない方がいいか。なんかそれの方がちょっとロマンあるもんね。そうね。ロマンある。そうね。言わない方がいいかもね。そんなにしましょう。めちゃめちゃ。ちょっとそれはロマン、ね、ロマンを持たせる。ロマンね。そうね。見られてるかどうかわかんない。わかんない方がちょうどいいやね。いいよね。こんなところまでっていうところまで見てるかもしれんから。そうそう。え、怖っ。で、まあ、エゴサするんだけどさ、なんかすごい、8号車の皆さんさ、やっぱこう、あ、はいはい、いっぱいツイートして、てくれてるんだけどさ、うん、ツイートって言わないもん。いや、まあ、ツイートって言うよ。ツイートって言うか、うんうん、X だからツイートじゃないのかな。いや、もう大丈夫だよ。気使っちゃった。大丈夫。まあ、大丈夫大丈夫大丈夫。ツイートツイートするとさ、すげえさ、8号車の皆さんもすごい前田をさ褒めてくれて、マジすごい嬉しかった。うん、あのね、もう俺のママがもうね、ケンタロウくんかわいい、かっこよすぎる、うん、って今度挨拶しに行くってずっと言ってるのよ。ほんとに。お、息子を褒めろって思うぐらい、ケンタロウ褒めてるから。うん。いや、でもうちのお母さんも、はるくんかわいいねーってずっと言ってる。それ、あ、ちょっと、黒くなった、待って。ちょっと、停電起きた。そうそうそう、あ、大丈夫でした。そう、あったかい、あったかいファンの皆さん。うん。とても素敵だなって思いました。ありがとうございます。ケンタロウくんのね、ファンの皆さんも、うん、ありがとうございます。温かいコメント、うん、嬉しいです。うん、こんな感じで初めてのコラボインスタライブ、お二人、うん、もうそろそろね、うん、終わろうかなと思いますけども、え、ちょっと待って、もうなんか、あー、すっごい、あー、ほら、もう警察来たし。お、迎え来たよ、ケンタロウが。ほらほら。お、ピーポーピーポー言ってるよ。おー。あいつほんと、え、ガチでこれで終わるつもりでやってんのかな。おい、前田。小豚の。お、あ、あの人本気で逃げたんじゃない？あの人多分本気で、あれだわ。あれだ。インスタライブコラボ。あ、来た。ちょっとこう、どう？あ、もうあの野郎、マジ、絶対許さない。絶対許さない。あ、ただいま。おい。ただいま。ただいまとかじゃないよ。何しとんけ。おい。いや、なんか、すいません。なんか、本当に、マジで申し訳ないですけど、なんか、おもろいエフェクトないかなと思って、こうやって探してたら、あの、ストーリー、次のやつ行くみたいな、なんか次の画面になっちゃって、あ、あ、でもうやっちゃった、そのまま戻ってこれず、あ、はい、すごいなんか嫌な終わり方したやつみたいになってた。違います、間違えました。多分今日エゴサしない方がいいっす、はい、多分今日エゴサしない方がいいっす。危ないんで、はい、今日やめた方がいいっすかね。ちょっと今日やめた方がいいかもしれないですね。ちょっと今日見れないな、ちょっと、うん、今さっき多分、たくみくん、ももたくが、天宮役のたくみくんが、おい、コメントしに来てくれてたよ。マジで、うん、なんかね、みんなでね、コラボしたいよね。4人までだからさ、うん、ちょっとなんか、あれになっちゃうけどね。なんか、やりたくない？それか2、3とかになってさ、なんか、またさ、みんなでやりたいよね。そういうあれができたらいいよね。5人とかって入れんのかな？
いや、多分4人までだと思うよ、科学的に。あ、そうなんだ。うん、いや、え？あ、4人。4人か、そうか。マリカと同じで。マリカって4人なんだ。マリカと同じ。じゃあ、そんな感じで。待って待った。はい。ね。なんか。この第1回のコラボは締めたいと思いますけども。なんか、一言ありますか、健太郎さん。スクショタイムとかしておきます？スクショタイム、はい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 、はい。あれだ、俺これコメント消せるよ。じゃあ、みんなちょっとスクショタイムっていうものが始まるらしいから、コメントオフにするね。ごめんね。いくよ。はい。ここに。はい、コメントオフ。はる、ここにハート作って。いけた。いけてる。汚ねえハートだけど。こんなこと言うな。やる気なくなったと思う。わかんない。汚ねえとか。ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。あ、ごめん。もう、はるさん、やる気なくなった。あー、やばい。もう終わる、インスタライブ。マジで。やばい。終わりか、終わりっすかね。ちょっと ごめん、コメントください。もう、ほんとやばい。恥ずかしくて死ねそう。マジで。最悪、マジで。覚えとけ。あ、健太郎くん。次会った時、本当にやりくす。ああ、熱い、マジで。早く終わろう。本当に。そうだね。ありがとうございました、皆さん。ぜひ、君には届かないのドラマを皆さん見てくださいね、今日。放送ありますから。そのためのインスタライブなんで、ぜひ、はい、見ていただけたらと思います。見てください。25時3分から始まりますので、はい、ぜひ。ご覧ください。ご覧ください。ありがとうございました、皆さん。ありがとうございました、皆さん。健太郎くんもありがとうね。忙しい。こちらこそありがとう。ありがとう。ね、ありがとうね。あ、ありがとう。ちょっと次やるときはさ、ボケ少なめで。あ、計画的にやろうな。しっかりね、ちゃんと。計画的にやろう。打ち合わせしよう。うん、今日みたいに、ね、今日みたいに、あ、今から始めるよ。OK、うん、とかでの、LINE じゃなくて、ちゃんと打ち合わせしとこう。OK、ね。話す内容を。台本作っとくわ。OK、頼むわ。Okay. タイムスケジュールもこう、終わってない。あ、マジありがとう。助かる、それ。うん、マジでありがとう。じゃあね、またね。じゃあね。ありがとうね、バイバイ。バイバイ。ありがとう、バイバイ。イェーイ。いやー。いやー。バイバイ。バイバイ。あ、アーカイブどうしようか。今言うことじゃないな。ま、まあいいや。バイバイ。今日は残しておきます。とりあえず、ね。はい。バイバイ。バイバーイ。おやすみ。バイバーイ。あ、ということで、健太郎くんありがとうございました。僕はこの後ですね、アーカイブは、はい、今日は残そうと思います。そして、あれです。今から、僕、個人ファンクラブの方で、キラリということ、キラリで配信するので、ぜひちょっと皆さんそちらの方もチェックしていただけたらと思います。ドラマのオフショだったり、裏話、めちゃくちゃ配信とかで話すので、ぜひ見ていただけたらと思います。ありがとうございました、皆さん。この後、キラリの方で配信します。見てくれてありがとうね。なんか、みんな見てくれて、あ、公式、ちょっときの公式と、ドラマの公式さんが見ていただいてます。ありがとうございました。じゃあまた皆さん会いましょう。バイバーイ。ありがとうねー。バイバーイ。